皆さんおはようございます。洛南ジャーナルの千一です。今日は大阪から中継しています。天王寺の方にあるホテルに泊まっております。昨日ね、森の宮でこれをもらいました。もうすぐ選挙と言いますかね、その住民投票があるんですね。100年に1回のチャンスって言ってたような気がするんですよね。あれ5年前ですよね。随分と早い100年でしたね。1000年って言ってたっけ。なんかそのチャンスを逃したとかなんか言ってましたよね。なんかいろいろこれ書いてるんですけども、都構想って何年かっていう話なんですけど、はい、見てください。あ、こちら。都構想のとはとんでものと、まずいろいろ言われてることを見ていくと、そもそも大阪都構想ってあれが実現したからといって特別区に大阪市が解体されてなんか特別区ってものができるわけであって、大阪都っていう名前のものが誕生して、まあ東京都のなんかねダブル首都みたいになるわけではありません。二重行政が解消される、これ嘘です。二重行政とは一体何を指して言ってるのかわからないですけど、特別区にね再編成されるわけですよね。そしたらそこに区長がいます。で、区長と知事と考え方が違うなってことはありますしね。それはだからどの程度の話をしてるのかなっていうのは分かんないんですよね。で、もう3つ目、ダメだったら戻せばいいっていうんですけど、これ無理なんです。現行法では直せないです。東京都は実は戻したいんです、東京市に。そういう勢力もあるんですよ。そういうね声もあるんですよ。ですが、それをするための法律がないので事実上できないと、そういうことです。山本太郎さんがね最近大阪入りして、昨日もね確か梅田でお話ししてたんですけど、大阪都にするより政令市であろう大阪市っていうのは相当権限強いですから、権限が大きくなるとかそういうことでもないんですよね。で、じゃあ東京都ってそもそもなんで誕生したのって言ったら、実はあれなんかすごく長い歴史があるわけじゃなくて、なんか戦前のどっかのタイミングでね、あれは要するに東京市が力を持ちすぎてるから弱めようってことで東京都を作ったんですよ。実はそうなんです。で、国の管理が行き届くようにしようって、そういうこともあったんです。なんか地方自治とかね、なんか地域主権というのはよくわからない言葉ですけどね、地方自治どんどんねやっていこうという、なんか、ね、流れにすごく逆行するものだなというふうには思います。で、まあ維新の会というのは、ね、いわゆる何かというと与党ですよね。国政においては補完勢力、いわゆる改憲勢力であって、そういうことですね。で、実際にそのなんだろう、雰囲気改革政党っていうふうに僕はいつも言ってるんですけどね。まあその結局やってることはサービスのね切り捨てであったり、まあ小泉竹中改革を継承しているようなところですよね。まあ今の政権もそうですけど。で、あ、そうそう、これ見てください。ちょっといつものことなんですけど、ピース大阪ね、展示を巡る訴訟で、実は大阪市は大阪府市が、ね、共に敗訴しています。展示内容を巡るもので、でこういうふうに、ね、歴史とかその学問に、ね、どんどん介入してくる形っていうのは、ね、安倍菅政権と同じですよね。この間 の、学術界への、ね、人事介入もそうですけど、同じことをやっているところです。だからこそ、ね、今回菅政権ができた時も橋本さんが引き抜かれるんじゃないかとか、そういう話が出てたわけです。非常にね近しいところなんです。で、もう一つ、今回のねこの住民投票をめぐってね、やっぱりやるわけですよ。その大阪府市はもう維新はもう勢力を持ってるわけですから、どんどん宣伝もやるわけです。これ同じことが国民投票でもやろうと思ったらできるわけですよね。どん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 賛成派のいいところだけどんどん宣伝していくってことで、弱い方の勢力は宣伝ができないという、
どうしても目に入る機会が少なくなると。これ本当公平ですかって話です。皆さん、いろいろ情報を精査して、11月1日の投票に備えてください。またね、何かありましたら、こうやってお届けしていきますんで。今日はね、せっかくなんで、大阪のちょっと天王寺の方をね、ブラブラしようかなと思います。茶臼山を登ろうかなと思ってます。それでは皆さん、今日も楽しくいきましょう。ジビリ。